もずく農園変わったみたいなんで、見ていこうと思います。縄張りバトルとか、まあ、ガチマッチも全部変わったんだって。今までと何が変わったのか分かんないな、まだなんか変わった？なんか変わったかね。何も変わってなくね。ちょっと間違い探しだな、探そう。柱が何本か増えたみたいな。ここの柱が増えたみたいな。そんな感じ？なんだろう。俺には分かんないんだけど何が変わったのか。このブロックが増えたことはないな。それはないな。このブロック増えたわけじゃない。わかんねえ。わかった。じゃあ、ここのさ、この柱が増えたことにしよう。これはさすがに無理あるか。さあ、何が変わったのでしょうか。見ていきましょう。あ、これか。見てわかったぞ、今。これだ。確実にこれだ。これはわかった。これは誰でもわかる。猿でもわかる。ここなんかスロープみたいのついてるから。何のためにこれあんの？まあ、一応ここにも潜伏できるってことか。まあ、今まではね、ここから顔出した時に、下にいる人が、もう絶対ここ見てれば倒せるから。でも今回は、スロープからも増えたということで、まあ、こう狙えるのじゃないでしょうか。ここだけ？ここだけかな？他に変わった場所は、あるのかな？ないね。ここだけだね。完全にここだけですね。他は全然変わってません。ちょっとスロープが追加された程度。ガチヤガラにしたんだけど、なんか変わったかなーって見てたら、まあ、まずスロープついてるじゃん。スロープと、左側、なんか、よくわからないものが増えている。なにこれ？あ、ビニールシート、これ。伸縮できるタイプなんだ。これ初めて見た。こんなんなかったね。今まで。ここの高台なかったよね。高台でも、金網からすごい狙われそうだけどね。高台が増えました。はい、ガチアサリ。ガチアサリ変わってなさ、あ、ないね。もともとここにブロックはガチアサリはなかったんで。あ、開けてる。ここだな、ここ開けてる。広くなったね。ここ広くなった。これ乳首みたいだね。おい？なんか坂みたいになってる。ここ、お山ある、お山。こんなんなかったぞ。このお山は、ローラーとかが、曲者が入る武器、バケツローラー強化されてる。シューターのね、弾こうやって吸われちゃうからね。ジャンプしないと当たらないんで。はい、ガチホコ。ガチホコは、あんまり変わってないと思うんだけど、これ3個あったっけ？なんか違和感あるんだけど、これ3個続いてることに。こんなん3個あったっけ？広くなった？広くなったね。あ、広くなってる、これ。絶対広くなってる。ちょっと乳首見たくて帰ってきたわ。ここにさ、なかったもん、乳首。ここなかったんですよ。前こっち側に、え？ 2 個ある！え？乳首2個ある！